ぬいぐるみとか持ってる？いやだ、なこれって結構炎上すると思うんですよ。え、なんで炎上する？AV 男優のムータンさんのパンツプレゼントが親が見ちゃってそれ、これさ、ファンタじゃない？これって例えば死んだ経験あるじゃん、はい、うん、特に何宗教的にとか神社よく行ったりするとかそういう行きます、行きます、はい、信じてます、神様とか。神様は信じてますかね。でももう本当これ傲慢な言い方なんですけど、自分が神だと思う。あ、 OK、 yeah、 no、 はい、それいや分かってます、大丈夫、偉そうじゃない、はい、マイゴッド、アイムゴッドです、うん、でも他の人は自分のゴッドだと思ってる、それからムータンは他の人より上だと思ってます。いや違います、僕はみんな同じだと実は思ってる。 OKOKOK、 自分しかいないと思ってるっていうか、自分怖い、自分もいないと思ってるんですよ。okay, okay. で、僕それが分かっちゃったんですよね。だから病まなくなっちゃったの。Okay, okay. この世の中のこう秘密みたいなのを分かっちゃったんですよ。実は誰もいなかったっていう、意識しかなかったっていう、その意識はみんな同じなんですっていうのが分かっちゃったんですよ。変な話でしょ。大丈夫の？この話大丈夫？いいよ全然。スピリチュアルですけど、ちなみに同じ物質でできてるの知ってます？これと私たちって酸素とか、まあ、原子ね、まあ、元素もしくはもっと小さく なるとクォークとかいう素粒子、僕理系なんですけど、素粒子とかでできてるんですね、はい、こういうね、小柴教授が発見したニュートリノとか、うん、そういうもう本当にちっちゃいこう振動しかしてない波でできてるの、そういう素粒子でできてるんです私たちって、うんうん、でこれも素粒子でできてるの、これも、うん、しかもこの空気も素粒子なの、うん、周りに私たち何もないと思ってるけど実はあるんですよ、うん、音が振動してるじゃん。魚から見ると私たち海の中にいるのと同じだから分かる。あ、でも、あ、確かに言われた。魚は私たちみたいな感じてるからね、水のこと、空気のこと、水みたいな感じてるから、うん、だから魚から見るとあいつらなんであそこで生きてんのってなるわけあんな水の中でって、うん、リトルマーメイドから見るでもこれは魂ないでしょ。魂ない、魂は分かんないけど、でも同じ物質でできてるのは間違いないの、うん、まあ炭素とか酸素とか、うん、窒素とかね、うん、まあこの辺だとちょっと金属も入ってくるでしょうけど、うん、私たちも金属入ってますし、うん、微量に、だから結局みんな同じものでつながってるというか、うん、うん、この世界多分この人も意識が実はある、うん、ぬいぐるみとか持ってる？もちろん。顔変わんない？顔抱っこしてあげると笑ったりとか。わかんない。あとなんかちょっと怖いかも。なんか放置しとくとなんか怒ってる顔したりとか。いやだ、なぬいぐるみ見てみて、怖い顔してるからうん、だってそりゃそうだよね、拗ねちゃうよね、そうなんかこんないっぱいある中でさ自分選ばれないです。でも買ってさ可愛がってるとだんだん笑い顔になってくる、そのぬいぐるみって。考えたことないけど、私、うん、人間ってエネルギーあると思ってて、はいはい、例えばぬいぐるみを抱っこするときに自分からエネルギー入れてる、はい、だからムータンが私は神様と思ってるアイディアは私も思ってるかもしれないけど、ぬいぐるみは魂ないから、うん、いやでもあるんですよ。 OK、これもあるです多分、うん、これもあるし、うん、この空気もあるんです。日本人っぽいの考え方、はい、だから全部神、八百万の神ですから本当に私たちはと同じなんですよ。ちなみに同じ意識を持ってるんですよ、ジュン・ラブジョイさんと。脳が違うだけで意識は同じなんですよ、ね、同じなんですよ。深い、好き。だから自分しかいないとも言えない、それ自分しかいないとか意識しかないっていうか、うんうんうん、悩む必要ないというか、これも借り物の体ですから。だから瞑想とかってそうじゃない、yeah. メディテーションは自分の意識とつながる作業っていうか、うん、深い部分の意識と、その意識は宇宙と同じの意識なんですよね。すごい、だって1年前一番暗いところに行ったわけでしょ。そうそうそう、あ、2年前、ごめんね、2年前。そういうのもなんか生き返ってからそういうのが入ってきたんですよ。 okay. そういうのをこう使えていきたいですね。なんか釈迦が入ってきたから、なんかこうなっちゃったんだよ、こういう癖が超えてきたんですよ、なんかこういう癖が。だからこうですね、なんかそういうちょっと悟ってしまったというか、あとまあいろんなことが分かって、まあ、ここからにもいっぱい伝えたいことあるんですけど、うんうん、皆さんに、うん、そういう、うん、今後発信していきたいですね。でも意外と理解できる人いると思うんだよね、私が言ってること実は。いや逆にムタンがだからこそみんな聞きたいと思う。いろんなことを経験してきて、うん、でその深い話もできるから、うん、なんかギャップがすごくて逆に聞きたいまあね、だからそういうのちょっと出していこうかなとか、来年から。いやいや、まあ、すごいみんながこう悟ってくれれば世界めっちゃもう平和になるのは間違いないんですけど、うんうんうん、いがみ合ったりとか恨み合ったりとか競い合ったりとかちょっと憎み合ったりして戦争するってことはなくなると思うんですよね。でも人生一回しかないと思ってるから。でもまあ私は生きてないと思ってるんで、自分が今、okay. 生きるとか死ぬとかこれないと思って、こう幻想を見せられてるだけなんで、今多分映画見せられてるだけみたいなイメージ。その考え、いやでも責めない、うん、あ、何でもこの映画は1回しかない映画と思ってるから。でもまた次の映画多分出ますよ。いやでも今の映画は1回しか、いや新作はいいかもしれないけどムータン1は魅力的で精一杯楽しんでもらいたい、うん、ムータン2は絶対いい映画だけど、まあでも2はね多分ないと、僕はないと思う多分肉体に永遠に1、そう、肉体に入らなくていい。大丈夫こういう話で。いいよ全然。火星人とか金
星人、火星とか金星ってさ人いないっていうじゃん、うんうん、月にはいるらしいんだけど、うん、火星とか金星はにはさ人いないいや聞いたことでしょ、うん、でも実はいるんですよ見えないの、うん、意識体だから、だから多分私たちと波長が違うんですよ、波長が高いっていうか、だから私たちには存在がわからないんだよね、姿がないの物理的な、うんうんうん、だけどいるんですよ多分、あんまり詳しくないそういう多分ね、うん、だからちょっと悟っちゃった人みたいのは多分地球から出ちゃって、うん、こう宇宙と一体化じゃないけど肉体を持たなくてよくなるんじゃないと思って別に、うん、だから肉体って本当に不便だと思いませんか、だからいい意味もあるよ、で私はもう多分今回でこの肉体を持つのが最後だってちょっと分かってるんで、うん、だからエッチもしますしうまいもん食べるし、うん、旅行するし、移動ってのも肉体ないとできないから、ね、風邪になっちゃったら移動もクソもないじゃん、意識になっちゃったらいつでもアメリカ行けるからね、うん、一瞬で、まあ、言ってることわかるかわかんないけど、いや分かる、一瞬で行けるでしょ意識だったら、うん、私の友達いつもこう言ってるんで、うん、ムカつくと思うけど、はい、人生の辛いところ、例えば移動で疲れたりする、うんうん、でも来てよかったねとか、例えばディズニーランド1日いて、うんうん、次の日筋肉痛とかあったりして、うんうん、あ足パンパン、でも昨日ムータンと一緒にディズニーランド行って楽しかったとか、うん、意識になったらそれ経験できないから、できない、だって肉体がないから痛いとかないし病気もないし、ゲゲゲの鬼太郎じゃないけど、うん、病気も何もないですよね、だから、ね、知らないから、いや知ってる、病気も何もなくなっちゃうから、だからあと何悩むこともできないんです、はあ、やだ、肉体がないと悩むこともできない、だって肉体があるから痛いとか悩むんだよ、食べなきゃいけないとかお金稼がなきゃいけないとかないもん、肉体なかったら悩まないっしょ、不安もないし恐れもないし恨むんだりとか憎しみもないんですよ、肉体がなかったら恨む必要もないじゃん、別に死なないんだからさ、うん、でもそれに選べるんだったら肉体に1回入りたくない、うん、でもねもう多分こういう修行が終わっちゃうともう入れないんですよ多分、うん、入らせてくんないんですよ、あもうだって入る必要ないじゃんってなっちゃうんですよ、いや一回で習えないでしょ、いや例えば小学校を卒業して割りもう一回入りたい、ね、掛け算が分かりましたと、いや小学校2年生で掛け算とか割り算、小学校2年生で卒業しました、うん、じゃあもう一回やりますかって2年生って、まあいいけどさって、うん、同じことだよ、うん、掛け算割り算足し算引き算習うだけ良くないもんそれってなるじゃん、自分が神様だったら、うん、じゃあ次の学年行こうよって、あでもなんか悲しい、肉体じゃない、ね、肉体じゃない学年もあるんですよ、うん、もう肉体の学年はもう小学校低学年みたいな感じで、うん、肉体じゃないのはまたこう小学校中学校高校、うん、大学社会人と、うん、その宇宙の中でやだ永遠に勉強する、永遠に勉強なんですけどもう肉体の勉強終わったんちゃうね、卒業と肉体学生として精一杯楽しむ、精一杯エッチもしますし、悩めなくなっちゃったけど痛いとかはあるからね、yes.ちょっと怖いとかそれも経験したいですよ、いっぱい生きてるうちに、yes. うん、で自分が何暗い経験したからこそ今病んでる人とか、そうだからすごいもう世界中の人に届けたいですよね、こういう生きてるうちしか悩めないですよと、不安になれないですよ、だから今のうちになった方がいいんじゃないですかって、no. うん、皆さんエッチもしといた方がいいんじゃないですかと、yeah. 美味しいものも食べた方がいいんじゃないですかちゃんと出ればいいんじゃないですかね、そうそう、Okay. すみません、いや全然大好き、まあ、こういうような話をちょっと発信していきますんで、大好き、いやそれ全部キープ、全部キープ、来年から見てください、まあ、チャンネルも概要欄に貼っておりますので登録してください、今日名前変えたんで、はい、チャンネルクズつけるのやめろって言われて、なんかコンサルの人に、オッケー、はい、すみません、okay. いや全然、はい、ありがとうございます、感動しました、じゃあちょくちょくこういう話しちゃいそうで怖いな、大好き、まあ、いや、はい、いやいや、オッケー、まあ辛くはないんですけど、okay. まあ珍しいので言ったらこれって結構炎上すると思うんですよ、これ言うと、実際僕の YouTube が超炎上したんで、え、なんで、Oh my God、僕は一人一人コメント返して、まあ、コメントの返し方も教えるんで大丈夫です okay, okay. 同じことしか言えないんだ、え、なんで炎上する、動物といたしたんですよ、動物、あー、OK、 そうメモ見た時にヤギって書いてるから、はい、ヤギは日本語スラングかな、あーヤギとやったの、ヤギとねやったんですよ、だいぶ前ですけど、でも一番辛かったって言ってるからなんで炎上する、辛くはなかったです私は、でも面白い経験としてはそうだね、だから16年前ぐらいの話なんですけど、okay. まだ違法じゃなかった時期、違法じゃなかったの、okay. 動物とエッチするの、オッケー、男優さんって昔はあの何日空いてますかしか聞かれないんですよ、okay. 内容わかんないの、女優さんと違って何日空いてますかだけ、okay. で、okay. あ空いてますと、じゃあキープしておいてください、でまあ決定になったら詳細送りますね、そしたら来たんですよ、で千葉県の牧場に10時入りですとみたいな感じになってて、だけ、うん、まだヤギとか何も、持ち物、そう持ち物は私服でいいですと、うんうん、でそれで終わるんですよ通常は、okay. でそれ以上こっちに情報を与える必要ないじゃん、うんうん、何時にどこ持ち物、うん、それだけで、あそうですか、で一番最後にちょっと怪文書があって、明日の女優さんは白くて色白ですと、色白の方来ますと、ひどい、もう色白の人でもいいから、はいはい、じゃあ期待しますねと返してなでも牧場だからイメージシーンとかあるじゃん、女優さんのこうなんかこういう、うん、こうやってると思うんですよ、
わないけど。ぽいと思うけど、まあ、こういう、まあ、こうイメージがあってみたいな、okay. そこでレフ板持つとかやらされるのかなAD もやってたんで、okay. そしたら女優さん来ないんですよね、なんか待てど暮らせど、で監督にちょっと言いづらそうにしてて、監督もなんかこうそわそわしてるというか、最悪、私がすいません、あの今日女優さんまだ来ないんですねって言ったら、実際にもういるんだよって言われて、あ、もういらっしゃってるんですか、どこ、実はね、あそこにいるのって言われて、ヤギを指さしてたんですよ。 Oh my god、 めーって言って、それで、あ、あれですか、ちょっとやってもらっていいっすってやったんですよ、ヤギ。で誰がそういう作品買うんですか、ここメーカーは何、メーカーちょっとまあここでは言わないですけど、 OKOK、 まあこれパン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 やって、まあ何もないでパン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 やってまあ出しましたけど、まあ今日はね女優さんなんか生で行ってだし OK って言われてますよって、いじめられてるみたいな、そうそうそう、基本的に男優さんっていじめられてるから、あとで、でポンポンポンってこうやって、まあゴムだけ今日つけさせてください、私頼んで、すいませんちょっと生はちょっと今日すいません失礼なの分かってるんですけどって言って、すいません今日つけさせてくださいってつけて、気持ちよくて発症しちゃったんですよ、ね、Oh my god、 それで炎上する、その気持ちいい、気持ちいいんですよ、でも、no! そうそう発射して、お意外と良かったと思って、でもなんかその牧場ちょっと真似する人やめてね、なんでかっていう理由も言うんで、あの別にその動物愛護法違反とかそういうことじゃなくて、あの牧場のねおばちゃんが言ってた、ちょっと変わってる人いるねみたいな、牧場のおばちゃんと帰り話してたら、いやちょっと変わってるねあなたもみたいな話されて、いや別に僕がやりたわけじゃないからって話してたら、でもね気をつけてねって言われたんですよ、あのメスヤギは発情期じゃない時だったら蹴るからねって言って、発情期だったんだと思って、セーフ、うん、だから発情期じゃないヤギとはやっちゃダメよって言われて、いやもうやんねえよと思ってで帰ってきたんですけど、ちなみにどういうコメントもらうんですか、その炎上された時に。でもコメントが大体来るのがなんかみたいなことですよ、だけ、お前ヤギの気持ちになれみたいな、されてるようなもんだぞみたいな、てめえにみたいな来るんですよ。でもよく考えろって来るんですよ、お前さってバラして食ってるよな、うん、牛とか豚とか、うん、鳥とか、うん、羊とか食ってるやんけって、うん、あなたさエッチされるのとされてバラバラにされるのどっちがいいですかって聞くんですよね、うん、まあ、確かに矛盾してる、うん、矛盾してるよね、でそうするとみんな何も言えなくなるんで、うんうんうん、それで返せばいい、それで返せばいい、いや動物しちゃダメと思うけど、それ別にムータン君がやろうとしたわけじゃん、うん、わけじゃんもうないし、うん、別に食ってるから私たち別に、うん、じゃあ食うなよってなるじゃん、うん、そう言うんだったら、そう、もともとビーガンで今年やめたけど、食うの方がいじめだよね、バラバラにされて殺される方が、 で私たち食うため、うん、本当に動物されてる、あの人間にじゃなくて、うん、無理やりされて、たくさん子供産んで、私たちその子供食べるから、まあフォアグラとかね、作り方知ってる、Oh my god、 いやもちろん知ってる、やばかったっすよ、実際に見た、はあ、なんかこう、no. 水遁の、言わないね、じゃあ水遁の術みたいなされて、スーッと油が送り込まれてさ、肝臓がの脂肪肝になっちゃって、こう死んじゃってさ、糖尿病で死んじゃうんだよね、そう、いやもう苦しい思いして、アヒルがもうバーっているんだ、それを食ってんすよ、あなたたちね、言う権利ないよ、言う権利ないから、ね、動物がとかなんとかね、まあ確かに矛盾してる、うん、矛盾してる、でもどっちもダメと思う、食うもできれば食わないようにしてもらいたいけど、うん、まあ、いいんですよ、でも感謝していただけます、いや私感謝してる、うん、ね、やればだってそういう世界ですから、いや分かる、ね、だから私フリーになって、うん、ビーガンやめた理由はいいですか、皆さんにちゃんと発表しなかったけど、うん、フリーになってよく社長とか担当者と調整、うんうん、会食、そう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 、でビーガンお願いしますって言えない、うん、でも肉美味しいですよ、あ魚の方が好き、肉はあんまり好きじゃない、うん、今まで魚は美味しいけど、うん、肉はそんなに、あ、そうですか、うん、まあどっちも美味しいですよね、でも感謝、ちゃんと感謝、感謝して、感謝して食ってください、その代わりね、皆さん、何でも野菜でも感謝、育ってくれた人さっきの話だと意識がありますから、野菜にもだからねあ、でも思ってますよ、いただきますって言ってくださいね、せめてね、うん、食べるときに、Yes、 うん、さっきも言いましたけど、まあ、基本的に僕親もいなくなっちゃう、親は比較的寛容な親だったんですよ、うちの親は、okay。バレた時もそれこそエロ目になってからバレちゃって、雑誌乗りまくるじゃないですか、アンアンとかキャンキャンとか、もう女性誌なんかほぼ全部載ってますから、うん、わお、ね、皆さんが知ってる軒並み知ってる女の子の雑誌はほぼ載ってるんで、すごいよ、でしかも親にバレたのが、親が病院に行った時に週刊女性、okay。 週刊女性読んでて、最後のページに僕のパンツプレゼントがあったんですよ男優のムータンさんの、まあ、当時と違う名前だったんですけどパンツプレゼントがあしますみたいな感じで親が見ちゃって、それ買ってきたんですよ、週刊女性で来て、僕実家だったんで、これさあんたじゃないこれってこの人って言われて、うん、で僕も別にもう腹くくってたというか、もう初めて4年目ぐらいだったんで、okay, okay。 あ、はい、なんか悪いっすかみたいな感じで、私これで仕事これしてるんですけどみたいな感じで言おうと思ってたら、あ、言ったんですよ、別になんか悪いっすかって、別にいいじゃん、何仕事してる、需要があるんだから世の中にって言ったら、そうじゃないのって言われて、親にそうじゃないの、この名前やめなさいって言われて、あもっと松本潤とか、こそこすこめた竹之内正樹とか、そういう名前にしなさい、かっこいい名前にって
この型からダメって言われたの。かっこ悪いなって言われて、そっちかいって言われて面白いなんですけど、うん、比較的こう親戚とか僕のあそういう人じゃなくて、やっぱり嫌がっちゃって、okay. もう二度と関わらないでくださいってやっぱ電話かかってきたりとか、ああ、もうあと友達もやっぱ減りますよね。あやっぱあれもちょっとないと付き合いたくないなっていう、やっぱ本当に今でこそあんまりうまいけど、昔はやっぱそういう時代だったんですよ。うん、もうないもう気持ち悪いみたいな、もう触らないでみたいな、もう携帯に入ってんのも嫌だみたいな、もう消しますみたいになって、ごめんブロックって、まあ、今昔で言う着信拒否って言うんですけど、着拒しますねとやっぱみんな結構なっちゃうんですよ、バーって、うん、だからそういう覚悟がある人今はなんないかもしれないけど、でも例えば田舎にいる親とかはなるかも。それすらと縁切っていいっていう覚悟があるんだったらやればいいと思う。あ、私それも言ってる、両親もみんな知ってる、あの、うん、友達も全員だから、親とか親戚とか兄弟とかあの友達、そういうくだらない考えのやつらはいらないっていう風に切り捨てられることが僕みたいにできればやってもいいかもね。でももしそれができないんだったらやめた方がいいと思う、絶対に、ね、うん、バレる今の時代で、絶対バレるし、だから親とか親戚とかと縁切りたくない人はやめるべきだね。両親にバレた前にどういう仕事されてると思ってた、うん、派遣って言ってます派遣のイベントってもう間違ってないし、いやでしょ、派遣のイベントですって言ってましたね。だからでもあんた何の仕事してんのずっと結構言われてましたけど、ね、ずっとねイベント、イベントです、派遣ですって、まあ、なんて派遣ですからただのまあまあまあプロダクション入ってないですし、いや派遣ですよ、ただの派遣の肉体労働肉体労働、ドカタですだからで SNS 何使ってるなって聞いたら、ああほぼほぼ全部バンされた。それバンされた理由はちょっと写真を撮っちゃったんですよね、爆炎上しちゃってちょっと影響力つけたいなっていう。まずシミケンさん、ジャスティン・ビーバー、なんでシミケンからすぐジャスティン・ビーバー